ーのミューピストです。よろしくお願いします。今私たちはあの帽子髪飾りをハロウィン風にしてるんですけど、はい、あの私だけ違うんですよね。ちょっと事情があって。事情ですか？事情ですか？はい、あのファンの方もハロウィンみたいな。おー、すごい、すごい、かわいい。これは一体何ですかね。わー、かわいい、かわいい、すごい、すごい、いいですね。はい、やっぱり結構でも暑いんですよ。え、ゆりの帽子、帽子が暑そうなもんなんだ。聞こえないんです、みんなの声かぶっちゃって。はい、頑張ります。それでは自己紹介に行きたいと思います。まずはゆりりから。はい、皆さんこんにちは。高校1年生15歳のゆりりこと木村ゆりです。好きな食べ物は軟骨の焼き鳥です。それでは皆さん、ゆりりの早口言葉いくぞ。おー、よろしくお願いします。せーの、ゆりりはゆらゆらゆとゆりかごゆらゆる、ゆりりー。ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。楽しいことが大好き、最年少10歳のムータンこといからしむーです。皆さん、ハッピーハロウィーン。ハッピーハロウィーン。ありがとうございます。ムータン、今日も元気？マリーマリーマリー、頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。中学1年生12歳のともちーこと宇野智恵です。まあ今日はハロウィンということで、むーちゃんがハッピーハロウィンって言ってしまったので、私はトリックアトリート。かっこいいこと言ってかっこいい。どういう意味？お菓子ください、お菓子ください。今度今度お菓子好きだもんね。今度、うん、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。わっかー、ありがとうございます。今日はハロウィンという、明日ハロウィンということと、ゆりりの誕生日が近いということで、テンション上げ上げです。上げぽよ、上げぽよです。今日も盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。高校1年生15歳の佐藤のどこです。好きな食べ物はのっぺです。今日もテンション上げ上げで頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、最初に歌った曲は黄色と 恋する気持ちでした。次の曲は心細いなです。聴いてください。違うたびに途端に元気になるの。困った人で巻いたり、夢中で一番と浮気な男の子、好きにすればいいわ。バイバイしたから、探し回ってみても心細いな、心細いな。愛は見つからず心細いな、心細いな。目が縮まりそう、いつもフラフラキョロキョロ、愛は愛はどこやら。あなたの瞳まるでレーダーで、いつでも右に左に綺麗な人を探してる。すぐに振られるくせに少しも目が持てず、一律のプレゼントまたまたもらってる。
愛は愛はどこやら。ありがとうございました。それでは大丈夫ですかね。次の曲は優しい気持ちと Never Forget です。聴いてください。泣けない女の優しい気持ちをあなたがたくさん知るのよ。
ということで私はいなかったんですけど、皆さんコールとか一緒に歌ってくださったみたいでありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。それで、あのすごく本当は行きたかったんだけど行けなかったのね、行けなくて、それで、はい、でもなんかライブの姿とか見たかったから YouTube を見たわけ、うん、でそれでなんかエピソード載っててすごく面白かった。特に何が面白かった？あのトモチーの。何トモチーの？かわいいからかっこいいね。確かにね。あれは面白いね。面白いよ本当に。なんか違う人みたいだもん。トモチーのなんかかわいいバージョンのトモチーとかっこいいバージョンのトモチーが二人いるみたい。分身的な。そうそう。ないない。はい、はい、それでは次の曲に行きましょう。次の曲はカバー曲のコスモスという曲と君がいないとねという曲です。聴いてください。
Yeah.
行われたアイドルサミットに出演したんですけど、みんなどうだった？最高最高最高ね、すごかったよね、うん、テンション上げ上げでした。上げ上げです。もうなんか、うん、もう私たちのこと知らない人、うん、ね、ばっかだと思ったので、なんか出演とかね、してくれないと思ったんですけど、すごいすごいかったよね。絶対かけられました。皆さんすごい優しくて、結構なんか振りとかも知ってくれる人がいて、ね、一緒にやってくれた人もいて、すごく嬉しかったです。はい、はい、よかったね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そしてそのアイドルサミット、私たちがアイドルサミットに出演したものを DVD にしたものが本日発売します。イエーイ、見たい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 。金欠ですね。金欠です。何円ですか？2000円だった。2000円ですか？はい。友達おごって、友達おごって。嘘です。嘘です。何？え、意味が分かってないのかな。分かってない。ごめんね。おごるって言葉、おごるって分からない。あ、踊ってって聞こえたんだけど。違う。踊ってなんて言わないよ。そういうことね。何を踊ってくれるの？バカもしだったらさ。じゃあラリリレルとか。ラリリレル、じゃあお願いします。ラリリレル。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは次の曲に行きたいと思います。次の曲は私とともえちゃんとまかなちゃんで歌う君は Don't Cry という曲です。その次の曲は新曲で教えてください神様という曲です。この曲は、君は Don't Cry と逆で、ゆりちゃんとののこちゃんが歌を歌って3人でダンスをします。なんかあれだよね、逆バージョンついに行きましたかみたいな。行きましたか。うん、2作目って感じ。2作目なんかワクワクします。はい、はい、嬉しい。はい、それでは聴いてください。どうぞ。君はどこ
が好きだよ。私ならば君の気持ちなんてもわかっていて、君の方は私の気持ちなんても知らなくて、悲しいくらいおかしなことばかり起きるね。すぐに二人てんてこまい、きりきりまい、あいまい、君はどんかいどんかい、真似してどんかいどんかい、優しさを寂しい。わかっているのよ、わかっているから悩んでしまう。決めているのよ、あなた、あなたしかいない。
も笑いよすぎるのなんだか怖い。青い月夜に抱かれて送り送られて、そうよその気になりそうです。教えてください神様、愛とはどんなこと。好きな人にはすべてをあげても構わないものですが、友達時代を卒業したい、それは思うの。分かってください、愛という言葉大事にしたい。気づかあなたの胸に裸足で飛び込む、そんな私の曲です、そうだった、そうだよ、ののこちゃん。ありがとうございます。最後の曲はリューティスト新しいホーム。はい、皆さんいいですか、盛り上がる準備いいですか。イエーイ、イエーイ、もっといいですか。イエーイ、わぁ、まだ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 ですね。もっと行くぞ。行くよ、行くよ、せーの。何を言えばいいか分かんないよね。じゃあ行くぞっつったらリューティストって言ってください。お願いします。行きますよ、行くぞリューティスト。では聞いてください。リューティスト。Thank you.
む夜もあるかも。ビューティース、そんな時には名前を呼んでね、踊ってね、それでまたはしゃぎ。ビューティース、始まったからもう戻らない、止まらない、そこが新しいホーム。ビューティース、夢見てたせい、次回のライブの入場料は、タラ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 、せーの、500円です。あ、上がってないよ、上がってないよ、上がってないよ。え、ののちゃんどうしたの。しばらく当分500円で、入場料は500円にさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。そしてライブタイトルはユーティストホリデーです。短いじゃん、短いじゃん。短いのダメなの。え、いいです。すっごく長くてさ、覚えづらい感じ。今日も長いもんね。うん、ホリデー、そう、ホリデー、そう、そう、ホリデー。今日は、今日のタイトルにもあるようにユリリの誕生日が近いということでお祝いしたいと思います。イエーイ。まず私たちから、私たちから人のプレゼントがあります。イエーイ。いくよ、はい、せーの、ミュージック、ミュージックスタート。ユリリ16歳のお誕生日おめでとう、これからもしくよろね。ユリリ明るくて元気、いつも優しい、ありがとう、これからも一緒だよ。ありがとう。おめでとう、ユリ。まだだけどね。おめでとう。びっくり、マジで。びっくり。ほんと。ありがとう。ハッピーバースデー to you。 ハッピーバースデー dear ユリリ。ハッピーバースデー to you。 怒った。おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。じゃあユリリからなんか一言とかありますか。本当に皆さんに、たくさんの皆さんに祝ってもらえて、すごく幸せな16歳になりました。そして16歳のままですけど、16歳の私もよろしくお願いします。イエーイ。ありがとうございます。いいですね。すごい、びっくりしたよ。びっくりした。それで、はい、大丈夫。あ、どうしたの。愛してるユリリ。おお、ありがとうございます。すごい、すごい。じゃあみんなでもう一回言いましょう。ユリリお誕生日おめでとう。あれ、もう一回です。もう一回いくよ、せーの、ユリリ誕生日おめでとう。このノリで次の曲に行きたいと思います。はい、次の曲は I'm a loser です。聴いてください。届かない身動きもできない人かけらの夢
最後の出番進む足いつも通り苛立ちの夜ばかり重ね組み立てたプロセスそんなに一つ始めない虚ろな
だけど笑顔でさよなら忘れられてたずいもきっと楽しくいられるねどうしようかな携帯もメールもしないにしようかなそしたらね踊りつつなんでまた好きになるかもラリリレル本当だよあなたにしか言わないよラリリレルあなたもいいの公演のチケットは、このライブ終了後にロビーにて販売しておりますそしてそのチケットを本日お買い上げいただくと先ほど使ったこのハロウィングッズみんなのねやつをサイン入りでプレゼントしまーすイエーイぜひ当ててくださいそしてこの今日来てくださった皆さんに帰りの際に私たちからお菓子のプレゼントがありますイエーイハロウィンだもんねそうみんなお菓子食べよう大好きお菓子食べよう、それではメンバーからの一言ののこさんどうぞはい今日はビューティストライブ15にご来場いただきありがとうございました今日はハロウィンだったしゆりりの誕生日も祝ったしあと今日は5人揃ったということでまたいつも以上に楽しかったですこれからもよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございます次はワッカーですはい皆さん楽しんでいただけましたでしょうかありがとうございます今日はすごくハロウィン一色ハロウィンとあとイリーの誕生日ですごく盛り上がりました来週もテンション上げ上げで頑張ります今日は本当にありがとうございましたありがとうございます次はともちーですはい皆さん今日はライブに来てくださり本当にありがとうございましたハロウィンのこととかユリリの誕生日サプライズとかあってもう本当楽しかったですユリどうだった最高ありがとうございますよかった嬉しいね来週もこの調子で頑張りたいと思います明日も明後日も年中無休ニコニコで行きたいと思いますよろしくお願いしますありがとうございます次はムータンですはい皆さん今日はビューティストライブにご来場いただきありがとうございます今日はハロウィンが近いということと、ゆりりの誕生日それと頭につけたカチューシャいろんなことがあってすごく楽しかったです、来週もまたこの場所でお会いしましょう来週も元気マーリーマーリーマーリー頑張りますありがとうございましたありがとうございますはい今日はリューティストライブにご来場いただき本当にありがとうございましたそして今日は誕生日祝ってもらって本当に嬉しかったですリューティストのみんなとお客さんの皆さん本当にありがとうございました本当最高でしたありがとうございますそして
これぜひ当ててください。これちゃんとサイン書いてあるんだよ。すげえ。だからぜひ当てて、で、ね、私のちょっと汗っぽいかもしれないけど、すいません。今日は本当にありがとうございました。来週もよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後に恒例のあの言葉を言いたいと思います。はいはいはい、皆さんもご存知だと思うんですけど、まあ、知らない人いますか？はい。あ、でも案外知ってる人多いんですね。嬉しいです。そうだね。ではまあ練習しようかな。はい、よし、じゃあ知ってる人はじゃあ本番みたいに練習お願いします。はい、行きましょう。せーの、ラリリレル、バハハ。お、皆さん知ってますね。上手です。それでは皆さんも覚えたと思うし、最後に行きましょう。はい。せーの、ラリリレル、バハハ。投げよう。刺さんないよね。大丈夫だよ、大丈夫。じゃあこれ、みんな一緒に投げるか。いくよ、せー